皆さん、こんにちは。その自由奔放なスタイルを崩すことなく、芸能界の中心に長らく君臨し続けているところジョージさん、妻である芳賀文子さんのことを溺愛しており、愛妻家として有名です。その愛妻カップリは、妻が子よりも優先されるほどと思えるようなものでしたが、そんなことを言いつつ、もちろん子供のことも溺愛しているようです。そこで今回は、所ジョージさんの娘さんについて、その結婚と離婚、所さんが送ったという豪邸や娘の旦那、学歴や孫の存在、所ジャパンの降板、笑ってこらえてに所ジョージさんがいない理由、緊急入院の真相、年収などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは所ジョージさんのプロフィールです。本名芳賀隆之、出生名角田隆之、生年月日1955年1月26日、出身地埼玉県所沢市、出身校拓殖大学商学部、除籍、活動期間1977年。所ジョージさんは芳賀文子さんと結婚されています。所さんと芳賀文子さんが結婚したのは、所さんが26歳の時です。所さんの本名は芳賀隆之ですので、婿養子となり結婚したことになります。芳賀文子さんの料理の腕前はプロも顔負けで、あの北野武さんも芳賀文子さんの料理を食べることを目当てに所邸に遊びに来るほどだそうです。所さんは仕事がどれだけ忙しくても外食はしないで自宅に帰り、奥さんが作った手料理を楽しむそうです。特に夕食を毎日の楽しみにしているようで、時には朝食と昼食を食べずに自宅で奥さんと一緒に夕食をゆっくりと食べるのが至福の時間のようです。そんな2人の馴れ初めはスナックでの一目惚れだそうです。もともと芳賀文子さんは青山学院大学を中退した後、都内で飲食店スナックを経営しており、そのお店の常連客だったのが所さんでした。当初は客と店主の関係でしたが、お店に通い続けるうちに意気投合し、結婚に至りました。所さんと奥さんの結婚式は、有名漫画家の赤塚不二夫さんがビデオカメラを回し、タモリさんが仲人を務めました。これ以上ないと言っても過言ではないほど豪華なメンバーですよね。今でも所さんとタモリさんは親交が深いのですが、2人の関係は結婚当初からあったんですね。出会った当初から所さんは芳賀文子さんにベタ惚れ状態だったようで、今でも夫婦関係は非常に良好だそうです。また所さんは奥さんが創価学会員であるからという理由で自らも入会しており、創価学会内で要職についているというわけではありません。とはいえ、久本雅美さんとの親交もあり、芸能界の大御所である所さんの意向に沿わないことをしたり意見をしたりすると、戦術の人物のように芸能界から干されてしまうケースは多々あるようです。テレビ番組で見る所さんはどちらかといえば一匹狼的な存在で、何かにすがるというイメージがなかったため、創価学会員だと知ってとても意外でしたが、人前でも奥さんのことを俺のお姫様というほどですし、それだけ所さんの奥さんへの思いが強いということなのでしょう。そして2人の間には娘が2人生まれています。1984年に生まれた長女の名前は芳賀さやかさん。一般人のため、顔写真を含めた詳しい情報などはほとんど公開されていないみたいです。ただし結婚したものの比較的早く離婚してしまったことは判明しています。他には所ジョージさんが所属し、母の芳賀文子さんが社長を務めていた個人事務所の代表取締役を譲られたこと、さらには事務所名義で所有していた世田谷区の豪邸を受け継いだこと、以上の情報は明かされていました。所さんと芳賀文子さんから親子として、さらには仕事面での正当な後継者として、さまざまなものを譲り受ける段階に入っているようです。ここには就活の一環という側面もあるとか。所さんの芸能界での地位を思えば、将来的にはこの長女の芳賀さやかさんが事務所運営を通して芸能界で
重要な役割を持つようになるかもしれません。次に1986年に生まれた次女が羽賀良子さん、長女と同じくそれほど多くの情報が公表されているわけではないようです。ただし、さやかさんとは違って良子さんは芸能界での仕事を経験していた過去があります。しかもその活動の中で父とは CM で親子共演もしたことがあるみたいです。しかし理由は不明ですが、それ以降芸能活動を継続することはなかったようです。長女のさやかさんは事務所の経営を引き継ぐことになったことなどが判明したのに対し、良子さんの場合はもっと謎めいています。芸能界の活動以後どのような仕事をしているのかなど情報が全く見つかりませんでした。さらに言えば、結婚しているかどうかすらも明らかになっていません。このように娘さん2人に関する情報はかなり厳重にガードされているように思われます。その代わりに見つかるのは、所ジョージさんが娘を可愛がってきたことがわかるエピソードです。例えば、所ジョージさんは2人の娘に当然デレデレで、彼女たちのために娘に贈るバラードという楽曲を作ったほど、この曲は何度もテレビで披露されています。その他にもちょっとしたエピソードとして、授業参観の話が見つかりました。親として所ジョージさんが参加したところ大騒ぎになってしまったらしいです。さすがにこのクラスの大物となると、子供も父兄も興奮せずにはいられなかったのでしょう。しかしその結果、今後は授業参観に参加しないでほしいと学校側からお願いされてしまったそうです。もちろん所さんとしては仕方がないと分かりつつも、大切な娘の学校行事に関わることができなくなり寂しかったとか、これまでも娘さん2人についての詳しい情報が漏れないように細心の注意を払ってきただろうことがうかがえる以上、今後も多くの新情報が明かされる可能性は低そうです。その代わりに、もっと日常的な所さんと娘さんとの仲の良さが伝わるような話題に関しては、さらなる追加を期待したいところですね。所ジョージさんの長女である羽賀さやかさんは2009年にオーストラリア人と結婚しました。しかしそのわずか3年後の2012年に離婚していることが明らかに。その際にまず注目されたのが、さやかさんの結婚祝いに所さんが娘夫婦へとプレゼントしたという約3億円の豪邸の存在です。結論を言えば、どうやらその豪邸は離婚後すぐに売り払ってしまったそう。しかもその際の価格は1億9000万円だったとの情報もあります。早く売りたかったのかもしれませんが、何とも言えない気持ちになる話。またこの長女のさやかさんが結婚していた旦那さんに関してある噂が流れていました。それが旦那のエリックという情報です。さらにはその情報は間違いであり、本当の旦那はサイモンだという修正情報も追加で広まっていました。ではそもそもどのような経緯でこんな噂が広まったのでしょうか。発端は長女のさやかさんの結婚相手についての証言です。いわくオーストラリア人であり、子供向けの英語番組に出演していたとのこと。その証言の結果、問題の旦那はNHK の英語番組に出ていたエリック・ジェイコブセンさんではないかという噂がささやかれるようになったとか。しかしながらこれが誤解だったと判明。蓋を開けてみれば、そのエリックさんはアメリカ出身だったからです。つまりオーストラリア人ではなかったわけです。では本当の旦那さんが誰なのか。そこで次に候補として挙がったのがサイモン・ブルースさんでした。NHK の英語番組スーパー英語リアンに出演していたオーストラリア人です。とはいえ、こちらの説こそが本物だという根拠が特にあるわけではないようです。少なくともエリックさんよりは信憑性があるという程度だと思われます。また馴れ初めなどの具体的な情報についても明らかになっていないようです。もう離婚したということもあって、これ以上詮索することにどれだけ意味があるのかも疑問が残るところでしょう。また所さんは私生活もかなりオープンにしている印象が強く、
実際に妻である芳賀文子さんの情報はかなり明らかになっています。しかしその一方で娘に関してはかなり情報公開がセーブされているように思われます。外見や経歴などほとんど明かされていないからです。そのため娘さんたちの学歴に関しても完全に不明なままです。ただ長女のさやかさんに関しては成城学園に通っていたのではないかとの噂があります。成城学園は芸能人の利用率が高いとのことなので確かにありえそうです。しかしそうなると授業参観に行ったら大騒ぎになったというエピソードと矛盾するようにも思われます。結局この点に関しては明確な証拠が見つかったわけではなく、その噂の真偽は不明なままです。次女の芳賀涼子さんについても同様に学歴を含めた多くの情報が謎に包まれている状況です。こちらは成城学園に通っているのではないかという噂のようなものすら見つかっていません。やはり所ジョージさんほどの大物芸能人ともなると、その影響が子にも向かうことを当然警戒して、娘さん2人の個人情報をしっかり守っていた可能性が高そうです。とりわけ、通っている学校などの情報は絶対に漏れないようにしていたのではないでしょうか。かなり自由人という印象の所さんですが、引き締めるべきところはしっかり引き締めているということだと思われます。あるいはこういった面では妻の芳賀文子さんが担当しているのかもしれませんね。また所さんには孫がいることが明らかになっています。ただしその孫が長女のさやかさんの子なのか、次女の涼子さんの子なのか、それともそのどちらもなのか、この点は不明なままです。一応長女が現在離婚後シングルマザーとなっているとの情報は見つかりましたが、確かな証拠はありませんでした。2人の娘に関係する情報の公開にはかなり気を使っている印象があります。そして所さんは当然この孫のことも溺愛しているらしく、欲しいと言われたものを何でも買ってあげてしまい娘に叱られたりしているとのこと。ただそれでも孫のパワフルさにはさすがについていけないことをポロッとこぼしたりもしています。所さんが孫を可愛がる以上に孫の方がじいじと呼ぶ所さんと遊ぶことを楽しみにしているとよく伝わるエピソードです。このように元気な孫の姿に触発されたのか、孫と少しでも長くいられるように人間ドックに通ってもいるとか、これまでは最愛の妻である芳賀文子さんのことばかりをたくさん語ってきた所さんですが、今ではそれに匹敵するほどの熱量で孫のことを語っているようにも思われます。妻や娘に対するものとも違うどこか特殊な思いが孫という存在に対しては芽生えているのかもしれません。これからも所さんの口からお孫さんの成長が語られるのを楽しみにしたいですね。次に所ジャパンの降板についてです。所ジャパンは所さんが MC を務める教養バラエティ番組です。もともとスマップ×スマップが放送されていた月曜22時の放送枠を継ぐ形で2018年10月にスタートした所ジャパンでしたが、2021年10月の改編で火曜21時に放送枠を移動していました。そして本誌が同番組のトラブルを最初に耳にしたのは2021年4月のことで、2020年の M1 グランプリで活躍し注目を集めていたお笑いユニットおいでやすこがのおいでやす小田とこがけんが出演した放送回で事件は起きていたといいます。その時の様子を2021年4月5日の収録のことでした。この日は番組で人気の改良商品の企画が進行していました。その中でおいでやすこがの2人が漫才風に商品を紹介する VTR を流したんですが、所さんの反応がおかしかったんです。そして収録後所さんがプロデューサーなどに、あの VTR は全然面白くないよと激怒する事態になりました。所さんからの意見はたびたびありますが、降板するといった発言もありました。番組側は所さんの怒りを鎮めようとこの日の収録会の
お蔵入りを検討したのですと明かしていました。大物 MC から収録中に飛び出た降板宣言は番組存続を揺るがしかねない発言ですよね。当時関西テレビは本誌の取材に対してお蔵入りについてそのような事実はございませんと回答していましたが、本誌が所さん本人に話を聞くと降板宣言の真相について語っていました。芸能記者の4月5日の収録でお怒りになられたと聞きました。アドバイスですか？という問いかけに対して所さんは、ああ取り方でしょ、別に怒ってないって、スタッフに真面目な話をしたんですよ。今売り出し中の新しい芸人さんを出すんなら番組側も芸人さんが暴れやすいシチュエーションを作ってあげなさいという話なんです。例えばだけど、インタビューするにしてもジェットコースターに乗せてやらせてあげるとか、作り方の知恵を用意すれば番組も出演者も両方得するでしょと言いました。他の番組でもそれくらいのことは言いますよと答え、続けて降板するという発言については、そんなことは言わないよ、作り方を考えないとつまらない番組になるよ、そういう方向で番組作りをしないなら僕以外の人を MC にした方がいいとは言った。きつく聞こえちゃったかもしれないよね。でも僕はお茶の間の人に、なんだよこの番組って思われたくないんだ、他の出演者も損しちゃうしと話していました。また過去に放送された笑ってこらえて秋祭り2時間スペシャルでメイン MC である所さんが不在で、代わりにトンネルズの木梨憲武さんがいるという謎が多い放送がありました。笑ってこらえてイコール所ジョージさんですから、そりゃびっくりしますよね。そこで気になるのが所さんの欠席理由ですよね。欠席理由については体調不良ということでした。当時所さんはレギュラー番組が9本になり、まさに多忙を極めているといった状況でした。そのため体調不調は一体どんな理由なのか心配の声も多くありました。その体調不良についてですが、実は胆石症だったようです。芸能プロ関係者は、実は所さんが最近体調を崩して入院したそうなんです。彼が抜けたことで収録も相次いで中止になりました。彼はレギュラーを数多く持っている方ですから、現場はバタバタですよ。2010年4月にラジオの収録中に体調不良を訴えて1ヶ月近くにわたり休養したことがありました。病院で診察を受けましたが原因は不明。その年の夏には熱中症で救急車で運ばれたこともあったので、過労についてはこれまでも心配していたのですがと当時の様子について語っていました。そして所さん退院して以降、所さんが自宅に入ろうとしたところをある記者が直撃していたそうです。その時は、今日は何聞きに来たんだよと若干迷惑そうな表情を浮かべるものの、笑顔で取材に応じてくれたといいます。そしてここ最近体調を崩されていたそうですが、入院もされていたんですよねという質問に対して、そうそう体調大崩れだよ、原因は胆石があったからなんだよ、胆石がたくさんあったから手術して取ったの、胆のを取ったんだよ俺は、そうだよ、でも手術はパパッと終わったよ、俺スターだから名医が集まるんだよわらと冗談を交えながら取材に応じる所さん。どれくらい入院していたのですかという質問に対して、お腹を切って次の日にもう一回手術したりしたから4日だね、でも4日で退院したよ、名医が集まったからね、有名になって顔が割れてるので得することもあるよね、でもこうやってあなたに取材に来られるっていうマイナスなこともあるけどねわら、休養していた2週間くらいは代わりの人を探さなきゃいけなかったから大変だったよ、9月の下旬あたりは僕じゃない放送になる番組もあると思う、収録日をずらせた番組もあったけど、1億人の大質問笑ってこらえて
とかいくつかの番組は劇団ひとりくんとかのりちゃんに代わってもらったよ。そう笑顔で話すところさんでしたが、やはり多くのレギュラー番組を抱える彼が休養を取ることは容易なことではありませんよね。そんなところさんはもう体調は良くなったと強調し、いろんな人に迷惑かけちゃったけど、今はもう普通にレギュラーの収録もやってるから、手術でお腹も切ったから今もちょっとお腹は痛いけどね。君と話している今も痛いもん。こうやって俺が笑顔で話してると写真も撮りにくいだろ。病気って話題なら暗い顔した方がいいの。でもお前ら記事にするときに暗い顔の写真使うからな。もっと明るい顔の写真を使えよと、テレビで見せる姿と同じように笑顔を見せていたそうです。ですがやはり胆石になったのは相当な苦痛だったようで、俺は回復は早いんだけど、なんで人があんまり経験しないことをしちゃうんだろうねとボソッと本音もこぼしていました。これだけレギュラー番組をたくさん持っているところさん、そんなところさんの年収はどれくらいなのでしょうか。結論、ところジョージさんの推定年収は3億5000万円と言われています。内訳としてテレビ番組、CM、YouTube があります。また総資産は30億円と言われております。無類の車好きで知られる彼はガレージ兼事務所である世田谷ベースを所有しております。他にも山中湖や八王子などに複数のベースと名付けた不動産を持ち、沖縄ベースに至っては4万2千坪の敷地にゴルフ場やプライベートビーチを有する超豪華な別荘を持っています。固定資産税だけでも相当な額に膨らみそうですが、ベースを番組のスタジオ代わりにしたり撮影現場に使ったりと、節約節税対策もしっかりしています。また元マネジャーに5000万円を持ち逃げされましたが訴えなかったそうです。相当な大金を持っているところさんからしたら5000万円という額は痛くも痒くもなかったのかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回はところジョージさんの娘さんについて、その結婚と離婚、ところさんが送ったという豪邸や娘の旦那、学歴や孫の存在、ところジャパンの降板、笑ってこらえてにところジョージさんがいない理由、緊急入院の真相、年収などについて紹介していきました。今後のところさんの活躍にも期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。